つ目のキーワードこちらです。じゃん。作品をたくさんの人に見てほしい、知ってほしい。はい、ということで、はい、今日実は浦部さんがいくつか持ってきてくれているので、はい、見せてください。はい、どうもデイサービスペンガートに通う、はい、仲間たちの作品を持ってきました、うん、じゃーん、かわいいキリンラッパ夫婦題名がついています。すごいね、綺麗にやっぱ学装されると、はい、アート感がまた高まりますね。かわいいです。こちらが、はい、じゃーん、はい、ブドウのモチーフを見てですね、うん、描いた。本当にこれは写実的で素敵な色使いがまたとってもいいですね。国的なんです、ね、こういうこう赤と紫とこういう風にブドウをね表現して、うん、すごいビビッドな、うん、これはどこに飾ってもよく入る素敵な絵でございます。もう一つ、はい、もう一つも、うん、はい、じゃあこれもなかなか繊細な素敵なスカイツリーを描いたって本に入ってますね。綺麗ですね。なるほど、こういう風にですね、近くで見るとまたこのピンクのちょんちょん、はい、スカイツリーなんだ。なるほど、ね、ちょっとなんかこう、ね、東京タワーに見えますけど本人はスカイツリーだと、うん、でもこの色合いもすごくこだわりを感じますね、はい、そうですね、自分でちゃんと考えて、うん、余白もすごく素敵に残すんですよね。意識的に残して、絵の専門家から見ても、うんうん、はい、これはなかなか素敵です。はい、ここ塗らないんだねっていうところで、あ、でも本当に出来上がったら塗らなくて素敵だったねっていうのがありますね。ね、素敵な作品がいっぱいありまして素敵なんです。こういう絵を描いて、アートマーケットなんかにもね、はい、参加されてるってことなんですけど、はい、中学生以上の、子どもたちを対象に、うん、自分たちで描いた絵を、うん、アートマーケットでこう作品として売るっていうようなこともやっています、うん、なるほど。それにはあれですね、中学生以上でこう働く、うん、大人になってから働くっていうことも見越してやっているんですけども、うん、はい、プリントしてるんですけども、うん、そのプリントをしたものを、はい、いくらかで売る、その何割かは本人のものにお金として、はい、お小遣いとしてそこでデザイン料ですっていうことで本人に還元するっていうふうにしています。ちょっとしたこうなお小遣い稼ぎというか、うん、そうですね、うん、アルバイトとかの経験ってあまりご自身の子供たちないまま急に大人だから働きなさいみたいな形になることが多いんだけれども、はい、やっぱりこう大人になって働くっていうもののこう意識づけみたいなものになればいいなと思ってこういう取り組んで、うんうん、なるほど、ね、そうか、そういうこうちょっと就業疑似体験的な、うん、はい、なるかもしれない。これは、ね、本人にとってものすごい大きいことでしょうね、はい、自分の作品にお金を払ってくれる人がいるみたいな、うんうん、すごく計算が早い子とかたくさんいるんで、うん、はい、いくらで売って何割はいくらになるから何個売るんだとか何個売れたら自分はいくらもらえるとかそういうのをすごく計算して聞いたことある、まあ、数字に強い子が多いって聞きました。強い子多いです、本当に。ああ、そうなんですね、面白い。あれですね、言っても大人になってって今ありましたけど、二十、うん、歳になってとしますか、はい、でもすぐなっちゃうじゃないですか。です、ね、大人になる準備って、はい、本当はもっと時間をかけたい子たちだと思うんですけど、うん、でも現実すぐ大人になっちゃうわけですから ね、 ね、やっぱり大人になってからの方が長いですし ね、 そうですね、人生ね、はい、やっぱりその働くっていうことをこう小さいうちから意識してるかしてないかってすごく大きいかなと思いますね。ということでですね、3つ目のキーワードはこういう作品をたくさんの人に見てほしい、知ってほしいというキーワードにさせていただきましたが、浦部さん的にはこういう作品を見ることで、そういう子たちと一緒にこう暮らしぶりがもっとしやすいようにとか、どうですか？はい、そうですね、うん、やっぱりこういう自閉症の子どもたちのまず存在を知ってほしいし、はい、こういった作品を通してこの子たちがですね、うん、社会の一員としてこうみんなで生きてるっていうようなことに
まあ、慣れてほしいって言ったら変なんですけどもね、はい、っていう思いがありますね。うん、そうなんですね。ぜひあのもし展示とかがありましたら、はい、そんなわけでお運びいただきたいと思います。近いところでは2月にですねグループ展があるということで、はいはいはい、札幌在住の作家さんたちと、はい、ペンガートの子どもたちが一緒にグループ展っていうのを行います。はい、2月ですね。アートスペース201というギャラリーで行います。はい、2014年の2月です。はいはい、行われます。ぜひお運びいただきたいと思います。もう一つ見ていただきたいのが Facebook でございます。はい、子どもたち Facebook よく見ていましてですね、うん、ペンガートでは、毎日子どもたちの作品はほぼ毎日、うん、作品を紹介してるんですけども、うん、自分の作品が紹介された時にいいねが何個あったとか数字好きなので数字数えちゃったりして、数字好きなので数えちゃうんですけど、なのでぜひ皆さんはいいねしていただければ、いいねをよろしくお願いします。下の方に貼っておきますので、これもちょっと面白いエピソードですよね。いいねを数えて数えてます。あ、でも嬉しいもんね。嬉しいですね。自分の作品を家にあるんじゃなくて Facebook にアップすることで、はい、たくさんの人が見てくれて、はい、いいねを押してくれる、ね、これは確かになんかこうつながってる感満載ですよね。そして数字で現れるっていうのがまた分かりやすくて数が多いっていうので喜んでおります。なるほど。いやでも本当素敵な活動をされてますね。一番こう生きがいみたいに感じることってどのあたりですか？うんうん、子どもたちが作品を作っている時、うん、こうそれがこう生み出される時っていうのはものすごくこう感動するんですよね。うん、わ、こんな風に描いたとか、はあ、わ、こういう風な色をつけるんだとか、あの子どもたちが書いてあるところを見るのがもう私たちのもうすごく楽しみで、うん、毎回感動にあふれているっていうような職場になっています。はい、ということで今日も素敵な活動をご紹介いただきました。これやっぱりね必要とされている方が見てたら、うん、口コミでねお母さんたちがシェアして、うん、広めてくださってるっていうことなんですけど、うん、もしご存じない方がいらしたら、うん、ぜひ教えて差し上げたいなと思います。絵の持つ力ですね、うん、でまたそれをちょっとしたこのきっかけ作りをされる方にもやっぱりちゃんと知識と、経験が必要なんだなっていうのをよく今日分かりました。これからも活動を末永く頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、今日のゲストは児童デイサービス、ペングアートの浦部直子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。いいねよろしく。